チャンネル。むちょ。こんにちは。さあ、はい、ドラフト。まあ負けましたからね、負けましたからね。はい、またそこ言って。はい。負けた？今回はね、はい、楽天と DeNA のドラフト戦略をちょっと考えたいと思いますけど。はい、そうですね、CS で初戦で負けた、はい。そうですね。ファーストステージ負けた。まずね、楽天からいきましょうか。はい、お願いします。楽天はね、とりあえず、誰が出ていくのかっていうのを見極める必要があるんですよ。いや、それ大きいですよね。はい、やっぱ出ていくと戦略が変わるんで、はい、三輪投手がね、はい、どうなるのかっていうところと、キャッチ島とかね、はい、どうなるのかっていうところで、まあでも比較的全体的に考えても、はい、若い選手が結構育ってきてるじゃないですか。うん、おこい選手とか。はい、で、まあ内田選手も2軍でホームラン14本打ったりして、はい、まあ24歳ということを考えると、はい、まあまだここから食っていうのもありますし、はい、そこの長距離砲、ね、右の長距離砲が少ないっていうところが若手でね、若干の不安はありますけど。そうですね、はい、和製大砲を育てたいっていう、こう感じはずーっとあるんですけど、ね、なかなか出てこないっていうのが結構課題ではあると思うんですよ、ね。まあ、和製大砲って簡単に言いますけど、なかなか難しいですからね。そうですね。はい、和製部が珍しいわけですよね。そうですね、うん。だから、そう考えると、はい、あと渡辺選手とか、昨年のね、ドラフトで取った選手の若手も活躍してますから、投打ともに、ベテランと若手の融合ができてるっていうのは明るい材料であるんで。そうですね。はい、すごくこの、今の状態で、薄いポジションってそこまでないですね。そうですね。だからまあ守備側で藤田が入ったりとか、だからベテランが穴をしっかり埋めながら若手が出ていって、はい、まあね、クライマックス模擬とかも活躍しましたし、うん、そういったところの若手が出てきてるっていうところでね、はい、まああの昨年新人を取った田中和樹選手がね、まあ怪我とかもありながら今年不調だったっていうところで、来年以降どうなるのかっていう楽しみもありますし、はい、そのチームの中で楽しみの若手が多いっていうところで、うん、そんな切羽詰まってる感はないような気がしますよ。そうですね。まあ、強いて言ったら、はい、キャッチャー、まあ、まだまだ発展途上だからどうするのかなっていうね。うん、そうですね。まあ、これで島選手が、まあ、出ていっちゃったとしたら、まあ、一人減るじゃないですか。ベテランが減って。そうしたらやっぱり取った方がいいんですか？今って堀内選手と太田選手が、まあ、二人でいますけど。うん、まあ足立選手もいて、まあ、上位で取る必要はないですけど、はい、まあ残ってたら下位でも取ってもいいかなとは思いますね。それ若い高卒を取るのか、まあ高卒でも大卒でも、うん、まあそのいる選手で、はい、まあ目星がつく選手はまあ取ってもいいかなと思いますね。あとやっぱりその先発投手陣が、はい、まあ岸則本でまあ三馬がどうなるかわかんないですけど、まあここら辺で一発ドンと若いの欲しいですよね。はい、だからまあ佐々木くん行くと思うんですよ。東北地元なんでね。うん、そうですね。ここは行くと思うんですけど、はい、今年もやっぱりね、則本騎士の離脱で、やっぱり痛かったっていうところもあるし、はい、まあそのいない中ね、他の選手で頑張ったっていうのはありますけど、まあ、欲しいですね。まあ、ピッチャーは欲しいですよね。ああ、だから安楽とか、うん、鎌田とか、藤平とか、出てきて欲しいね。そうですね。ああ、出てきて欲しい選手が、まだうまく出てこれてないっていうところで、うん、そこが若干この先発の層の薄さを感じるんで、はい、まあ、先発はやっぱ取っときたいですね。うん、結構中継ぎ投手も今年勝ちパターンってもうがっちり固まってたんですけど、多分もう連戦で疲れてきちゃうと、うんうん、結構どうしようってなってる部分までもあったんですよね。で、あの、ハーマンとかブセニスとかね、はい、外国人2人でなんとかっていうところもありましたし、はい、うん、ピッチャー、ちょっと多めに取るかな。だから1位でね、佐々木くん引ければいいですけど、はい、引けなかった時の第二陣をどうするかっていうね、うん、ところはあると思いますけど、はい、まあ、今年でも全体的にピッチャーね、良さそうなピッチャーいるんで、うんうん、そこをまあうまく戦術して取りたいなっていうところありますけど、はい、まあ野手もいるに越したことないですけど、はい、まあ、強いて言ったら、まあ、内田が出てきてくれたらいいんですけど。そうですね。うん、ウィーラーとかが乗らない時のサードとかね。まあ、日本人選手をしっかり作り上げた中の助っ人なんで、うん、穴を埋める存在なんで、はい、そこをメインに考え出すと、うん、ね、あの、ケゲーローとか、はい、アマダとか、はい、そこら辺の全員崩れた総崩れみたいになるんで。はい、そうですね。基本的にはピッチャー多めに取ると思うんですよね。はい。はい、じゃあ、ピッチャー多めになるかどうか、ちょっと、そうですね。あとは薬が引けるかどうか。そうですね。石井さん行くのかな？和久さん行くのかな？石井さんじゃないですか？ねえ。だと思いますね、ああ多分。黄金の左で行くのか。
DeNA はやっぱ筒香も抜けるんで、うん、はい、ドラフト1、ピッチャーばっかりなんですよ。今永、浜口、東、上茶谷っていうピッチャー取ってきてるんで、はいはい、もうそろそろちょっとセンターラインがちょっと弱すぎるんちゃうかっていう、変わりますよね、コロ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 と。うんうん、この人絶対っていう固定がなかなかいないですよね。日本代表クラスみたいなのがやっぱり、いないのはやっぱり否めないじゃないですか。はい、両サイドはいいんですよ。うんうん、だから今年だって宮崎、筒香ね、はい、ロペス、ソトっていう、両サイドはいいんですけど、ちょっとセンターラインが、はい。ここすごい大事ですもんね。いや大事なんですよ、だからそこでね、なんか情報によると、はい、まあ、鈴木大地の FA とかね、はい、あと鳥谷も、うん、あの調査してるっていうところもあるんで、はい、まあ、補強も考えてるとは思うんですけど、まあ、やっぱこの二遊間をちょっとどうにかしたいですね。でしかも筒を抜けるんで、はい、外野をもうちょっと再編成を考えなきゃいけないっていうところもあるんで、まあ、ここピッチャーピッチャーピッチャー、まあ、もちろんピッチャーすごい大事なんですけど、うん、それに偏ったがためのちょ歪みもちょこちょこ出てきてるっていうのと、筒香がいなくなるっていうところがあるんで、やっぱこの野手をどうにかしていきたいですね。どうなんでしょう、若手っていうのは、その代わりになる人って育ってきてないんですかね。まあ、育ってきてないというか、まあ、これっていうのがないですよね。なるほど。決め手がね。だから、はい、宮崎が怪我で離脱したときに、筒香がサードを守ったってことは、やっぱり内野がいないってことなんですよ、はい。そうですね、そうです。確かに。いれば筒香がサードを守ることないと思うんですよ。はい。若干、ちょっと見てて危なっかしいところもあったんで、うん、まあ、それでもね、予想以上にはいいプレーしてましたけど、はいはい、したらやっぱり内野の補強っていうのも、いやもう欠かせないですね。内野も外野もいりますよね。奥川、佐々木、森下のこの3枚はもう本当にいいんで、はい、欲しいでしょうけど、はい、1位で取れたにしてもやっぱ2位以下、やっぱ野手は多めに絶対取った方がいいですよね。なるほど。だから強力打線保てなくなりますよね。はい、そうしたらやっぱりすごい打ちそうだなっていう、まあ、野手を一本釣りしに行くっていうのも DeNA はいいのかもしれないですかね。いればね。お、だから誰かな、履正社の井上君かな。井上君とか。ね、今年は1位野手で行ったら一本釣りできると思うんですよ。ピッチャー辞める戦略ってすごい勇気いると思うんですよ。はい、やっぱピッチャーっているに越したことないし、いて困ることないし、はい、ピッチャーが試合を決めるっていうのも、もう確かなんで、うん、まあ、いいピッチャーは何としても欲しいっていうのも分かるんですけど、はい、それに偏重しすぎると野手が薄くなるんで、うん、打てなくて負けましたみたいなのも考えられるんで、うん、僕は DeNA は野手を集めて厚めに取った方が、だから楽天とはちょっと真逆な感じですよね。そうですね、はい、FA とかって大体時期的にはいつ頃決まるんでしたっけ。 FA をするっていうのは、はい、日本シリーズが終わって多分1週間以内にするかどうかを言わなきゃいけないですよね。はい、でそれでそっから交渉は無限です。あー、そっか、はい、ポスティングとかそういうのもドラフトより後でしたっけ。あ、ドラフトより後です。あー、じゃあドラフトってそこをまだ決まらないうちに取らないといけないですね。はい、いや、いけないんですよ、はい、FA のやつはね。わー、難しいですね、はい、でもドラフトの取る取らないによって、はい、第一陣で首つながったけど第二陣で首になる人もいるんですよ。いやー、そうね、ドラフト後に出るんですよね、はい、これ取れたからもうあれいらないなみたいなね、はい、酷だなぁ、プロ野球選手って。でもまあ70人で決められてるんで、はい、入ってくる人がいれば出る人もいるんで仕方ないですよね、うん、10人取ったら10人辞めなきゃいけないんで、はい、大げさに言うとね、はい、まあ、それは仕方ないですよ、こう回らなきゃいけないんで、はい、でもなんすか、どうしたんですか。いや、なんか辛いなと思って、だって必ず出ていく人がいるってなんか辛くないですか。もういずれ自分にも回ってきますからね。そう、必ず自分に回ってくるわけじゃないですか。はい、なんか辛いですね。応援してる人はね、はい、でも仕方ないですよね。でも野手だな、野手ですか、野手だなとかって言ってて、はい、ピッチャーばっかり取るから1,2,3 ピッピッピみたいな。これは僕が勝手に言ってるだけなん で、はい、で無責任な状態で、はい、これいいんじゃないのって言ってるだけなんで、はい、あくまでこれを、まあ、ちょっと頭に入れながらドラフト見ていただいたらちょっと楽しいんじゃない、はい、っていうぐらい。あとはね、この、はい、これを見て、はい、楽天ファンの人と DeNA ファンの人は自分たちの見解をね、はい、教えてほしいんですよ。佐々木さん、ここも薄いからここも取った方がいいよって教えてくれたら、うん、それを見てドラフトの仕事に生かします、うん、やっぱりね、はい、あのファンの人の意見もね取り入れることも大事なんで、やっぱ知らないことは知ってる人に教えてもらった方がいいじゃないですか。そうですね、で僕だってフルカバーできてるわけじゃないんで、うん、それ野球解説者って言っても知らないことも山ほどそれはありますよ。ファンの方ってその球団12球団のうちその球団が大好きでそこだけガッて見てる方もいるわけじゃないですか、はいはい、そしたら佐藤さんに詳しいね可能性もありますよね、はい、そうだからね言いたいんですよ、はい、あの意見として佐藤崎全然知らないなじゃないんですよ、はい、そうじゃなくて、うん、佐崎さんいいの情報ありますよ教えてあげますよっていうね、そういう関係で言いたいですね。
なんか否定し合うんじゃなくて、はい、教えてあげ合うっていう。あ、なるほど。だから僕はこのチャンネルで野球の見方をね、うん、いろんなこういう見方とかこういう考えありますよっていうのを皆さんに触れてもらって、はい、それで皆さんがどう思うかは皆さんの自由じゃないですか。はい、でも皆さんも僕に情報を上げてくれて、うん、で僕がそれを仕事で生かすっていう、このウィンウィンの関係で成り立ちたいですよね。いい関係ですね。ね、だからね、あの、はい、何でもかんでもあいつ何も知らねえなとか、はい、あ、分かってねえなとか、はい、そういうんじゃなくて、うん、優しい、あったかみのあるコメントをお待ちしてます。はい。